あ、じゃあレベル2の洞窟もクリアしたんですが、もうちょっとじゃあこの街の中、いろいろ行ってみるか。ここ確かクレーン屋だよな。剣を手に入れてから一回も行ってないかも。クレーン屋って確か前もあったんだよな。なんかうまいこと。ヨッシーの人形とかあるじゃん。ちょっと待って、あれ欲しいな。やっていい？流行りのゲーム1回10ルピー。流行ってはないと思うんだよな。もう割と、下火だと思うんですけど。こういう、なんかね、ゲームセンター的なとこって。で、これで、あー、一回動かしたらもうダメなやつだ。あー、なるほどね。そういうとこがクレーンゲームと一緒なんだ。俺の10ルピー返してくれ。ちょっと。返せ。やり方よ。一回押したらダメ。それはダメか。いかに俺がゲーセン行ってないかわかるな。これで、この影を使って、あ、結構奥行くね。速度。うまいこと、それ引っかからない。端っこだけでも？端っこだけでもいけるんじゃない？全然ダメだ。結構難しいな。この距離感。待って、これ、沼にはまってくんじゃねえか。あの、右の盾が転がりましたけど、今。すげえ気になんだけど。ま、コロッといったぞ。微調整できないからな。いや、違うよ。バカ。これでもなんか引っかかんない。絶対引っかかるやろ、こんだけいったら。ちょっと。あ、いいね。驚きの吸い付き。あ、いいんじゃない？はぁ？おい、ちょ、アーム緩いんちゃうか？このゲーム。おい。ちょっと、アーム緩いよ。違うって、だから。ちょっと、やばい、これは。いや、でもこれ、いや、どっかこれ引っかかるよ、俺絶対。なんで？これ来たんじゃねえか？いいだろ。これいったろ。え？じゃあ絶対ほらアーム壊れてるって。はい、これは来ました。絶対手に入れた。ヨッシーのぬいぐるみ。これなんだっけ？わらしべアイテムかなんかだったかな？これ落としたらマジ許さん、本当に。訴えるからな、このゲーム。いいね。それでヨッシー手に入れた。ただ、ハートのかけらかハートの器かわからんけど、あれも欲しい。あ、これでももうちょい奥だ。いや、でもこれ吸い付きあるからな。頼むぞ。アーム大事に。は？どういうことなん？絶対あれ重り入ってるって、あのハートのかけら。完璧だった。もうちょっと、でもひよったな。いや、次で行くわ。次で決める。はい。完璧。はい。いいんじゃない？これ一発だろ。一発じゃないんだけど。これいったろ。これ外れたらもう、訴えますよ。いいよ。はい。な、天才かもしれん、俺。そんな硬いもんなんだ。いや、もう一回やるよ。で、奥のはなんか100ルピーっぽい感じのやつ。あれ俺のだ。はい。完璧。え？待って。これでもなんか取れづらそうだな。大丈夫？あ、いいね。結構行くね。これ絶対離れないわ。え、ほんとないよな。横から出るとかないよな。大丈夫だよね。OK。よーし、これ帰ってきたんじゃない ?100 ルピーぐらい。いや、もうやんない。多分、あとは上は消費アイテムかなんかだと思うんだよね。いや、儲かりましたね。ハートのかけらを取ったこいつは珍しいぞ。景品として売られている。ヨッシー人形。ヨッシーだ、だって何？この頃いろんなゲームで見かけるな。50ルピーかよ。懐ホクホクでもない。これ取るのに。あ、でも一回でいけたからそんなにか。それヨッシー人形だ。兄ちゃんすげえな。よくわかってんじゃないか、このヨッシー人形の価値。うちの母ちゃんが欲しがってたんだよな。誰？この母ちゃんを探して、なんか、わらしべ長者的にアイテムを多分探していけばいいと思うんだよな。なんか、どんどん交換していくんだよ、アイテムを。で、最終的に何になるのか忘れたけど、確か結構有能なアイテムになったような気がする。上があれか、アイテム屋か。あ、マリンちゃん。やっぱり私は歌が好き。リンクは何が好き？なんか、これ前も同じこと聞いたな。
もう違うセリフ用意しといて。これなんか家族かなんか、あ、子連れのなんか家族かなんか住んでたの。え、こんなとこあったっけ。釣り堀、釣りはどうかな。10ルピーだよ。釣りやってみるか。 A の長押しでルアーを投げられる。押した長さで距離が変わるよと。あ、あった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 。これなんか割かし難かったような気がする。これで、これでうまいことをこの当てなきゃいけないんだよ。これなんか確か A 連打だったような気がする。で簡単に釣れる。え、これうまくない？魚釣りの達人。小さな魚が釣れた。ちっちゃくても元気いっぱい。ほうほう、もっと大きい。え、13ルピーあげよう。お、なに魚の、あ、ハートのかけらだ。やった、体力1増えたよ。もう一回釣る。え、でも13ルピーってなんか腹立つな。なんかこれでちょうど、いや違う、お前じゃない、触れるんじゃねえ。あの下ちょっと光ってる魚、触れるんじゃねえよ。お前ふざけんなよ。触れるんじゃねえよ。俺の釣り堀、釣り堀じゃねえ、俺の釣り堀ではない、釣り針に。分かった、俺全部魚釣ったるから。なんか腹立ってきたな。そう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 、でこの魚がちょうど食いつくところに落とした。これうまくね。おいおいおい、なんで見向きをしてんだ。上にちょいちょい上げて、はいはい、完璧、すぐ釣れた。え、本当にうまくない。大きな魚が釣れた。重いぞ。ほうほうほう、賞金は10。え、ちょなんか渋くない。新しいルアーあげよう。マジ、え、太っ腹すぎない。やや重いルアーを手に入れた。ちょっと深いところの魚が食いつきやすいぞ。え、ハートのかけら、え、有能じゃん。ちょっとなんかディスってごめんな。なんかめちゃくちゃいいやつじゃん。もう一回釣るかね。これでこれ全部釣るわ。これいいとこ、絶対いいとこ。え、いいとこ、ちょっと見向きしろ。そう、あっ、もうちょっと、なんで今ちょっと触れたの。ちょっと見向きして、ほら魚だよ。あっ、くそ、これダメだ。何回でもいけんのこれ。あ、これ食いつくまで結構いけんだ。へえ。え、じゃあこれ絶対釣れるじゃん、これやめるまで。あ、てか魚あれなんで増えてく系なんだ。ちょうどこう目の前に来るようにして、はい、気になるよな。あ、気になってたじゃん。なんでやめんのそこで、諦めんなよ。重い魚さん、はい、あなたの真上にいますよ。よっしゃ、お前来いや、来いや、俺のエーレンだ。負けた。ちょっと待って、これいいルアー、やや重いルアーでいけばいいんじゃない。あ、でもこれちょっとしょうもない魚しかねえな。ちょっと待って、一回やめよう。あ、てかなんかよく見たらさ、左下になんか瓶みたいなのあるくね。ちょっと見えづらいかもしれないけど、これ何、こんなのあったっけ。これ引っ掛けられるんじゃない。あ、引っかかった。あ、これなんかあれだっけ、瓶ってなんか落ちやすいんじゃなかったっけな。どうだったっけ。ただこれ食いつくんじゃねえぞ。これなんだこの瓶、そこの魚に当たったらなんかダメそうだな。このまま引っ張ってみよう。やめろ、触れるんじゃない。ちょっとマジで、めっちゃ気になるじゃない、あの瓶マジで。あんなあったか。でこれでなんかあれだね、触れちゃいけないっていうのが分かった、この魚どもに。触れるんじゃねえぞ。そうだ、あれ俺の瓶だ。なんか入ってんのかな。なんか入ってるように見えないんだけど。よし、触れちゃダメ。小魚どもも近づくんじゃない。あ、これ めちゃくちゃ絶妙な位置じゃない。待って、天才かもしらん。これなんだ、でも空っぽくない、この瓶何。はい、妖精の瓶が釣れた。中に妖精を入れられるぞ。あ、
あ、妖精ってなんかあれか、全開できるやつを入れておけるのかな。ちょ、でもさ、もう一匹ぐらい釣りたいんだよな。違う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 、何してんの、あの下のやつ。あいつに負けてらんね。え、多分この尺的に結構近いところで釣った方がいいんだろうな。奥に行くからやっぱあのなんていうんだ、釣りづらいんだろうな。だからそこの魚をこううまいことを手前まで誘導していく技術。ここでめちゃくちゃ連打する。待って、ずるくね。え、なんでこんな強いの。え、こんなに強いの。いや、もう結構です。いや、もう二度と来ねえよ、こんな店。ふざけんなよ、ぼったくりだろ。絶対魚に重しかなんか入れてるわ。魚に重しっていられるかどうか分かんないけど。じゃあアイテム屋行くか。アイテム屋、あれね、あのなんかよく分かんないなんか中国語みたいな喋るやつ、エセ中国語。あ、喋るね。ちょ、これ、これ買いたい。生かしたスコップ200ルピー。高えな。スコップを手に入れた。さあ、穴を掘ろう。なんか、使ったはずなんだよな、どっかで。ハートのかけらも200か。え、盗みてえ、これ。盗めなかったもんな、一番最初試したとき。くそ、盗めねえ。これ、どうやってやんだっけ。なんかね、遠くでこっちを向いてくるから、なんかうまいこと。いや、ダメか。これが最短か？あ、出れたわ。なんと、ただで物を手に入れてしまった。ん？これで戻ると、前作だったら、あの、ね、あの、店主に確か始末されてゲームオーバーになるんだけど。俺、盗んじゃったもの。やっぱり歌、泥棒、え、泥棒は何が好き。あ、そうだ、名前泥棒に変わるんだったな、そういや。そういや、そうだ。これ確か誰に喋りかけても確か、おい、泥棒みたいなこと言われるんだよね。あんたも元気だった。え、意外と優しかった。泥棒はどうみたいな。マダムニャンニャンも俺のこと泥棒っていうのかな。あ、優しい。これで確か名前が泥棒に変わってるはずなんだよな。どっか忘れたけど。今リンクになってるけど。これ父ちゃんいたよな、この中に。父ちゃん泥棒っていうのかな。マリンだけが辛辣なんだけど。泥棒も欲しかったらもらってくると A だよ。泥棒らしい。なんか浜辺でバナナくれるのか。え、新たな情報手に入れた。そんなとこあったっけな。あ、なんかワニみたいなやついたな、浜辺に。そういや。昔変わってなかったら多分ワニだわ。これ多分死ぬよ、入ったら。あれほどちゃんと金を払えって言ったのに仕方がない。死んでもらう。出たー、これね、新しくなったね。めっちゃ笑顔。悲しい音楽は昔と変わってないな。バナナもらいに行こうぜ。なんかあのおっちゃんが言ってたバナナ、どこだったっけな、下か。あ、これカービィコラボのトゲ。あ、これだ、これ確かワニがバナナくれんだよな。違ったかな、わらしべ長者でバナナを交換するんだったかな。わしはこの管理人のセールっちゅうもんや。わしは珍しい缶詰を集めるのが趣味なんやけど、弟は土工造で芸術家をやってるらしい。ほう、うまいもん食うた方がええと思うんやけどな。と、バナナくれなくね。あーってことは、缶詰をあげたらバナナくれんだ。ほうほうほう。もうちょっと街探索してみないとわかんないか。あ、この上の方とか行ってないしね。あ、これ、パワーブレスレットよ。これダンジョンだったよな、なんかの。あー、はいはい、夢の祠ね。これ寝たら、あの、ダンジョンに飛ぶんですよ。不思議だね。え、そこのガキとも喋ってないよな。ねえねえ、兄ちゃん、そこの夢の祠なんだけど、中にはうーんがあるんだけどさ、おいら子供だからこれ以上言わないことにするよ。大事なところ言ってねえんだよな。それが気になる。
あ、ここ家族住んでるわ、そういや。独特な髪型してますね。足が四つ子の親父、その名をパパールって言うんですよ。パパですね。いずれ山で遭難するんですよ。その時は頼むんですよ。どういうこと？未来予知？あら、そのヨッシー人形をこの子にプレゼントしてくれ。いやー、なんてそれ、厚顔無知な。やだよー。あら、残念だ。そんな悔しがる？いや、俺は何も悪いことしない。罪悪感すごいよ。いやー、じゃああげるよ。優しいね。そうだ、代わりにこれをあげよう。ヨシ人形とリボンを交換したら、これも交換できるかも。はい、これでわらしべイベント開始っすね。お前全部壺叩き割るかんな、お前。ヨシ人形の代償はでかいぞ。特になんもないしけた家だな。じゃあもうここに用はね、壺を割るだけ割って出るわ。で、あ、そうだそうだ。で、これでマダムニャンニャンの家の、確か、このワンワンの家の横、確か、なんか、ちっちゃいワンワンが欲しいって言ったよな、アクセサリー。多分これだ。私、おしゃれが大好き。ピチピチボディのキャンキャンよと。いやん、そのリボンめっちゃ可愛い。ドッグフードと取り替えてるのよ。オッケー。で、これでワニに、あれをあげるな。ドッグフードあげると。ん？何今、ポンポンポンって何？いや、多分そうだよな。珍しい缶詰とは言ったけど、ドッグフードも一応、なんか見た目的に缶詰っぽいし。ちょっとこれでバナナくれや。ほら、ドッグフードだ。なんやそれ、缶詰持っとるんちゃうの？お願いや、その缶詰わしにちょうだい。お願いや。仕方ねえな。バナナくれや。え？缶ごと行く？ドッグじゃないし、もろワニやし。バナナあげるな。いや、ほんまに美味しかったわ。ドッグフードあげたらバナナをもらった。なんかごっつええ感じ。じいさん、俺何したらいいんだ？村の南東、穴ぼこ畑にリチャードという男がおる。一度会ってみてはどうかね。ほうほうほう。穴ぼこ畑ってとこにリチャードってやつがいるから、とりあえず会いに行けと。了解です。まあ、その前にちょっと断平に会いに行こうか。断平なんかいたっけ？初めて聞いたかも。とりあえず看板の通りに行けば、いいっぽい。あ、ここ岩になってんだ、一個。あ、ここら辺が変わったんだね。で、ワンワンがいなくても、ここ通れるようになったんだ。よし、ここもパワーブレスレットで通れるようになると。タルタルコーチ。あ、これで、ちょっと待って、初めて、あれじゃない。風の魚じゃなくて、なんだっけ。卵が見れる。でかい。卵見に行くか。確かにこの上だったよね。ただひたすらひたすら上に登ってくと、この物語の話の元であるでかい卵があんだよな。ほうほう。風の魚はこの上の卵の中でいつ終わるともわからぬ長い夢を見続けておる。8つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ風の魚は夢から覚めると。それは島を出るただ一つの方法なんですが、それがとんでもないことなんですよね、このゲーム。とりあえず、まあ、月来るのは確か全部集めた時にしか来ないから、風の魚の卵見よう。いやー、懐かしいな、この魚。魚じゃねえ。この卵。この中から魚が出てくるんだけど。まあ、それも後々のお話だね。また会おう。風の魚とは。断片の家どこ？断片の小屋すぐそこ。あ、ここだ。断片の小屋結構石造りのいい感じの家なんだね。はい。おお、来たな。ここはオラが調査している不思議な遺跡だ。おめえはこの島にあるダンジョンいくつか冒険してきただろう。そのダンジョンの部屋をパネルって石板にして、そこの台座にはめると本当のダンジョンになるんだ。へえ、不思議だね。おめえに頼みたいことはそのダンジョン作りの手伝いだ。ほう。いろんなダンジョンを作るにはいろんなパネルが必要だけど、俺はダンジョンの冒険は苦手だから、そこはおめえに任せるだと。おめえが見てきたダンジョンの話をしてくれたパネルは俺が作るだよと。ほうほうほう。けど作ったダンジョンは冒険してゴールまで行かないと完成とは言えない。おめえが作って冒険したダンジョンが俺を感動させたら宝物をやると。ほう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 。あ、じゃあテールのホラーなとか言えばいいの。あ、結構話してんだ。めっちゃ作るの上手くない、ダンペ。パネルをまとめて手に入れた。どんなパネルか使ってみようと。何をするだか。あー、ここで自分でダンジョン作ったりできんだ。へえ、そんな機能あんだ。
え、じゃあはめてみていい？え？パネル作ってくれたんじゃないの？ダンジョン作る。多分これ自分で、基礎を覚える。ここでクラフト要素があるんだ。なるほどね。これダンジョン作るのが好きな人とかだったらおもろいかもね。これオンラインで誰かが作ったダンジョンとかで遊べるのかな。え、なにこれ。不思議な力があふれるポイントを見つけた。調べてみよう。はい、調べてるんですか俺。あ、乗った。これ多分ワープだろ、どっかに。何？え？特になんもないですけど、掘るぞ。これどっかに繋がって初めて、なんて言うんだろうな、楽に移動できるようになるみたいな感じなのかね。多分そうだな。結局ここに戻ってきたけど、あ、痛い。マップ的には、こっちが上行った、墓場に行ったらいいのか？とりあえず。前は下から来たんだよな。右側行ってないもんね、だって。なんであんな微妙なとこに岩があるんだ。そこの岩すげえ気になんない。なにこれ。もうこれやろ。なんもないんかい。気まぐれトレーシーの家、マンボガ池。すげえこの池気にならない。なにこれ、水飲み場。トレーシーの家ってなんだ、なんとかあったっけ。あ、かわいい子じゃん。なにこれ、めちゃくちゃハート。私気まぐれトレーシー、元気になる秘密を売ってるの。え、大丈夫このゲーム。元気になる秘密って何言ってんの。42ルピーで秘密する、秘密するって聞いたことないよ、生まれてから。スルー。ぬりぬり、どうもありがとう。秘密の薬を塗っておいたわ。ハートがゼロになったら効く。あー、なるほどね。あの、復活の草みたいなもんか。これ私からのサービス。ほら、ハート満タンよ。え、トレーシーな、秘密ってそういう薬売ってんだ。大丈夫か、このゲーム。代わりに全部割っといてやるな、壺。トレーシーと秘密しちゃった。なんかここの穴だけあんの。あ、ここか、穴箱をなんとかって言ったの。そういうことかね。カラスどもが。ちょっと、やめてもらっていいですか。あ、こっちも通れるよってことか。めっちゃ来るやん。なんなん、めっちゃ来るやん。これなんもなくない、しかも。あ、でもなんか真ん中になんかあるな、穴箱。ちょっと、来るんじゃない。あ、テレサがいる。あ、テレサじゃない。凶悪な顔したテレサ。これなんかあるんじゃね？ないわ。はい。あ、ちょっと待って、ハートの器あんじゃん、よく見たら。ハートのかけらか。うまいこと隠れてんな、俺。気づかなかった。色味といいね。ちょっとわかりづらい。てか、体力めちゃくちゃ多くね？こんなに多かったっけ、前。すごく体力多く感じるわ。どこ、別に穴ぼこなんとかではないのか。あ、ただの墓地なんだ。ここを抜けた先に何か進めるところがあるのかもしれない。あー、これあれだ、ここ。このゲームなんかカラー版だと服があって、あの赤い服と緑か青か忘れたけど服があって、攻撃力2倍にできる服と、防御が2倍になる服があったんだよな。多分それかな？てか、君無敵？あー、で、これどっかの墓石を動かせんだよ。か、なんか墓石を動かす順番があって、それ確か、その服が手に入るやつだったような気がする。うくく草原に行ってみよう、じゃあ。誰？なんか、やばい仙人くんみたいなのいるんだけど。あ、ゾンビ的な立ち位置か。あの下気になるよな。え？羽生えてる。あー、反撃してくる。偉そうにも。これ、この台座に多分、あの、あっちと繋がるんだろ、これ。多分ね。
ほらほらほら、ワープ要素あんだこのゲーム。これ前なかったよな、新要素かもしれない。あったかな。あ、てか、おい、ここご近所さんじゃねえかよもろただの家の右じゃねえか。ちょっと行ってくれよ、何今の上のルート行ったの。めっちゃもったいねえ、何この時間、返してくれ俺に。はい、あ、届かねえ。これでも大丈夫か、落ちるよな。頭を使え、これをこうで、こういってこれを思いっきり右にやって、はい、でこいつを持って左にやるんだ。これを天才で、結局50ルピーだわ。まあ右の器が何すんだ、右の器は気になるな。下、ああいけるな、これで下でそこ取って終わりだ。おお、簡単すぎねえか、さすがに。お子ちゃま向きのこの難易度じゃ簡単に取れちゃうよ。スイスイじゃない、ハートの器全部見つけてる。あ、かけらだ、何回間違えんだよ。とりあえずなんかこっち側あさってくっぽいな。あれだ、ジジイの電話ボックスがあんじゃん。あそこのゴルピー大事よ、あそこのゴルピー大事よ。めっちゃ飛ぶやん、何電話ボックスまんまじゃねえか。あいつ俺を切ろうとした、多分一緒のこと言うんじゃないかな、さっきと。穴ぼこ畑に行けと。リチャードってやつがさ、なかなか出てこねえんだよな。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、強くない？みんな急に強くない？一人ずつやればこんなもんだからな。はい、はい、あー、え？5つも飛べるもんあったっけ？あー、これ、あれだ、ダッシュジャンプ、その靴を手に入れるとダッシュできるんだけど、それでダッシュジャンプしていくんじゃなかったかな。めっちゃ草ある。あ、これ次の多分ダンジョン、ただ鍵がないよな。多分リチャードが何か知ってるんだろうけど、ここはとりあえず通過するしかなさそうかな。あー、ぶな、あれはカエルだけ言おうか。ここリチャードの家、ここ見てみようか、リチャードの別荘。あ、これだ。ちょっとリチャードさん、え、めっちゃ勇者みたい。カエルがいる。ヨッシーみたいな顔してんな。いやー、ボカーこう見えてもないんですよ。大泉洋みたいな。ボカーっていう。お城に住んでいたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよな。だから僕の頼みを聞いてくれないか。俺にいいものをあげるからさ。逃げ出すときお城に置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。まあいいよ。仕方ねえ。実は葉っぱ5枚なんだ。へえ。あ、戻ってくる前にスコップを買っといてね。じゃあよろしくと。いや、スコップ買ってきました。え、めっちゃ邪魔。ちょっと。お前ら、邪魔するんじゃないよ。カエルごときが。黄金の葉っぱか。どこにあんだろうな。こん中じゃねえの。っていうか、違うのかな。カナレット城まであと10分。カナレットの城ってやつか。ここに行ったらいいっぽい。あそこにハートのかけらがある。多分、リチャードがどうにかこうにかするためには、相手を仕上げなきゃいけないのか。こっちすごく気になるんだけど。何ここ。あ、ここ裏口入学できんのか。5枚集めなきゃいけない。これ絶対なんかある。なんもないわけない、これ。ほらー、あったね。で、これ左に降りちゃうとダメだから、これ戻ろう。これ、落ちたら確かダメージ食らったよな。落ちてみる。あ、だよね。リンク泳げないんだよな。あれも多分、ダッシュジャンプで行くんだろう。こいつか？魔物に取りつつなんとかかんとかってこれじゃないよな。
カナレット城まであと5分。まあ道中いろいろ漁ってこう。誰も急ぐ旅じゃないし。ない。これ何、これなんかありそうだな。ここ後々来そう。あ、電話ボックスは特になんもない。ない。はい、ない。え、何こいつ。あと50歩よう数えてんな。あー、ここもダッシュジャンプだ。こん中に取り憑かれたやつらがいるんだけど、あの入れないっす。カナレットの城、入れないんですが。あ、何これ。お前バナナ欲しくねえか。ほらー、そういうことよ。お礼をするぞ。めちゃくちゃ集まってくる。橋作ってくれんの。え、いいやつやん。ただこれ本編と多分関係ないと思うんだよな、このわらしべ長者イベントで進むやつって。なんだこれ。お猿が残していた防気を拾った、もらっとこう。何に使うんだろうな。ただこれカナレットの城なんか入れそうな雰囲気あるけどね。こんなんかダメじゃない、入ったら。あ、だよね。何すんの、言ってよ入る前に。リンクもさ、自分が溺れるって分かってるならさ、普通ちょっと入るのやめないみたいなこと言うよな。お、ここで入れるじゃん。ここも多分、え、これいける、いけないよね。だからリンクもさ、ちょっと2度目だけどちょっと注意してよ入るとき。あ、コラボキャラクター、あ、危ない。さあ、この下からカナレット城に入れるのかな。これ城内に入ったっぽい。やっぱこれ、これでも進まなきゃ。はい、あれ、この人を倒していくのか。あー、葉っぱだ。なるほどね。やった、黄金の葉っぱを見つけた。これを5枚だな。 OK、 こういうタイプのやつを倒していけばいいのかな。はい、さあ防御も攻撃も2倍よ。はい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 。城内にも多分いるよな絶対。まあ、とりあえず外周ちゃんと回ってこう。あとこの人だけが持ってるのかな、やっぱ。あ、爆弾魔みたいなやつ。あ、かわいそう。なんでスコップがいるって言ったんだろう、ちょっと気にならない。別にスコップ欲しいなんて言ってないよな。こっから来たんだよな。まさかこんなとこに埋めてあるとかないよな。ないよね。てか雑魚的復活するの早いな。はい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 。いや、一人ずつ行かないと。早くして。ちょっと硬いよ。はい、こういう外周とかに意外とあるとか。普通に中入ります。逆側からだと開くとかないのか。あ、ないな。がっつり閉まってんな。じゃああと葉っぱ4枚頑張って集めてこうぜ。あー、ちょっと待って、強そうなやつ来たぞ。絶対無敵キャラ。ああいうなんか自動で動いてくる系は基本的に無敵だと思っていい。ちょっと強すぎ。お前投げすぎだろ。体力高くねえか。あ、葉っぱ出た。ナイス。あれもなんか粉をかけるとなんか倒せたような気がせんでもないけど、無視できるなら無視していこう。
はいはい、2発だ。もう一回。さあどんどん葉っぱ集めんぞ。はいはいはい。さあどこが開いた。ああ、なるほどね。これで縄文が開くと。お、城の門が開いた。これで帰りは楽ちんだ。残り3枚集めてからやけどな。てか、お城から別邸まで、やっぱ別邸って言うだけ遠いな。あー、これ爆弾いるんじゃね？え？これ爆弾ないとここ行けないぞ。あー、違う。そう。こっちに行けないだけで、こっちの下は行けるのか。あー、絶対強い。見てわかる強さ。これ一回外出ちゃうけど、どうなんだ？あー、はいはい。あ、これ、あれだ、意地悪ゾーンだ。下わざと落とすようにしてある。ただ、こいつ同士の3枚だ、残り。え？何なんですか、それは。どっかにスイッチあんのかね？あー、はいはいはい。爆弾が手に入った。で、一回戻れと。了解です。で、これを、多分爆弾、1個しかねえのか。ケチ臭くない？で、爆弾をそこ仕掛けて、でもこれ2択なんだが。間違えて使わないようにしよう。怖っ。まあ、多分そこで1個補充できるんだろうけど。右か左か迷ったら左。はい。うわぁ！ちょっと。そういうのずるくない？あ、葉っぱ出た。あ、危ない！葉っぱ取ったけど、絶対絶命なんだが。危ない。ジャンプしてよける。これもう1枚そこくれるんじゃね、もしかして。そんなたやすくない。これじゃあ、壺割ってさ、全部集めるまで、爆弾が出るまでこれループするしかなくね。多分あれもう1個葉っぱ出るんじゃないかな。それともあいつが2個持ってるか。あ、出たわ。じゃあもう何個がくれてもよくない？ 1 個ずつって。あ、ハート欲しい。待って、ここで繰り返す。てか、あのボスもなんか爆弾使うんじゃねえか、もしかして。こんなとこに爆弾あるってことはさ、そういうことなんじゃない？はい、ケチなんで、爆弾を10個、しっかり集めて、上のボスに備えよう。とりあえず気になるから右のやつもぶっ壊そうな、あれな。黄金の葉っぱがあったらラッキー。で、これ置いてと。どうせ来るんだろう、お前。知ってんぞ。もう間違いない。はいはい。葉っぱないのね。一択目で合ってたのね。なんだよ、この時間返せ。で、爆弾を、まあ、ケチだからもう一回そこで拾って10個よ。またあのボスでもなんか鉄球を使ってくるんだろうけど、どういう感じで戦うんだろうな。覚えてねえやん。あれっていうか、相手なくね？あ、壺のマーク書いてあったからね。はい。あー、これ、飛ばした後、なんか、あれかな？これちょっと待って、強いわ。避けられるの避けた方がいいんじゃねえか。あ、この間、あれか。こういう感じ？これでこうか。はい。これ体力多いかな。いや、これ結構強いんだけど。ちょっと待って。強くね？こいつ強くね？ずるくないそれ。あー、わかった。これちゃんと防御して、この戻ってくる方向に向かって、これ待ってりゃいいんだ。ちゃんと当ててください。あ、こういう袋工場がやばそう。体力高すぎ。あ、これ避けられるのかな？どうなんだ？あ、避けられるな。なんとかなったわ。めちゃくちゃ食らったけど。え、あと1個は？なんか足んねえな。なんだなんだ？どっか壁に穴が、亀裂があるとか、そういうこと？あ、爆弾でも10個以上は持ってないのか。ここにハート1個あったよな。なんかよくわかんないまま倒したし、まあいいわ。
壁の亀裂探すか。スコップが必要ってどういうことだったんだろう。右降りても左降りても一緒だよな。どっかあった？なんか爆弾使えそうなとこ。もう一回ちょっと道中入ってみる。いや多分なかったと思うんだよな。あーそうだ、そうそうそう、危ない危ない。え、なかったよね。で5個あるって言ってたからな。結局これってあーさっきの部屋だからないね。誰か別のやつが1個持ってるのか。なんかそこのカラスみたいな気になんね。なんだこいつ。あ、こいつか持ってんの。まさかな。え、でもあと1個だからそれ臭いっちゃそれ臭いんだけど。あーやっぱりね。なんだよー。よーし、これで全部揃った。なんか怪しいと思ったんだよな。明らかになんであんなとこにいるんだろうと思って。わざわざ岩投げるポイントあるし、ビビッときちゃったわ。回復が欲しい。お前こいつなんかダメージ与えられたかな。記憶がねえんだよな、ダメージ与えられた。あ、一発だわ。なんすか。さあリチャードのとこに帰ろう。何この穴。あー関係ない。え、なんかとんでもない攻撃しなかった今。見なかったことにしよう。これでリチャードなんかこの家の中に入れるのかな。何作ってんだっていうか、こんなに荒れ放題だけど。ベスって家よりでかい畑。さあ黄金の葉っぱ5枚持ってきたぞ。そのいいからそういうキラーみたいな葉っぱが全て揃ったんだね。さあこのカエルの像を動かした前、僕からのお礼の印だよ。ええ、だから何なんすか。俺の印に洞窟に入れられる身にもなれや。はい、何があるんだ。さあ秘密の貝殻は手に入ったけど、これじゃないんだよな欲しかったの。あのダンジョンの鍵がないとレベル3のダンジョンに行けないから、その鍵がこの中にあるのかな。で多分スコップを使うんだろうきっと、言い方的に。お前そういうタイプの敵、あのなんだっけ、あの64の時にいたさ、スタルチュラみたいな、そういうことか。なんだよ、分かれば大したことねえな。なんかゴールドのスタルチュラとかいたよ。あーそういう感じね。ちゃんと草切っていかないと落ちちゃうよってやつ。いやらしいな、本当に穴ぼこじゃん。まあ回復もしたいから何悪いことではない。あ、カメラワークとかもちょっと見やすくなってんな昔に比べて。まあこんなとこ落ちるのはなかなかあるね。普通に落ちたわ。こんなとこなかなか落ちんやろとか言おうと思ったけど落ちるわ。みんな気をつけてね。ここら辺のとかもちゃんと買ってこう。はいはいはい。あ、怖っ。え、ちょっと待って、これいけなくね。あー、これギリギリいけねえか。あ、いけ、あーお前キワ、待って、これ強引にいけばいけるだろ。絶対いける、俺は負けない。負けた、絶対いけるって、お前の力ならいけるって。あ、ちょ、いや、いけたって今絶対。なんでそこ頑張り一つ足んなくない。はい、これ草を切ったからワンチャンいけるんじゃない。いけたわ。これ多分本来は多分届かないと思うんすよ。待って、これ戻れないんじゃない。嘘だろ、危ねえ。本来から戻れるかもな。どう、
ちゃんと草もここまで来たら全部刈りたいよな。足元に秘密あり。あ、こうスコップっすね。あ、違う違う違う、スコップじゃないこれ。あぶねえ。何爆発しようとしてんの。はい、来ました、鍵。今回なんだ、アンノームみたいな顔してるけど。スライムの鍵を手に入れたウクク草原の入り口に行こう。やったね、これで。ここで1個進んだ。さあ、これで神殿が開いたと。神殿が開いたのはいいけど、多分こっから入れないんじゃないかな。あ、反対側から行かなきゃダメだよね。なんでこのややこしい、ややこしいこの入り口よ。